なたの鼓膜大丈夫ですか？聞こえますか？一人ぼっちは寂しいもんな。さやかちょっと、みんな鼓膜をちょっと丈夫にしてきて。ちょっと買おう。セブンイレブンで買ってきて。セブンイレに売ってるから。セブンイレにね、100% 売ってるから。どこの田舎でも売ってるから大丈夫。結構1枚500円ぐらいだったんで、10枚あったら足りるかなと思うんで、ちょっとね、コンビニで5000円ってちょっと大金でしょうけど、ちょっと10枚ぐらい買ってきてもらって。どうですか、聞こえますか？いや、ワットソンが真ん中にいる状態だよね。これをこうすると、イエーイイエーイ、出撃しますよ。イエーイ。あ、そうだそうだ、ワットソンの中の人って言ってさ、ちょっと勘違いするからやめた方がいいよって、私他の人にも確かに言われたんですよね。で一応言い訳するよ。言い訳すると、あれですよ、ワットソンがハンマー取れなくて、もう空間がねじれてねじれてねじれまくってできた世界線のワットソンが、あの某ワットソンなんですよ。で、某ワットソンって私が名前書いてるといいけど、書いてないから結局私の名前めぐみちゃんだよりしちゃってるから、荒垣優にしとけよかったのに、しちゃってるから、じゃあそれ誰ってなるから、ボーバトソンの中の人だよっていう意味のあれですよ、あれですよ。医療機器を発見。あ、ボーバトソン外の人ありだな。それはありだな。あ、荒垣優とかね言っちゃダメだったね。ごめん、ちょっとそれ内緒だった。シールドセルを持ってたら味方に一つ渡しましょう。はい。え、気持ち悪い。何これ、奥さんこんな好きやんの、気持ち悪い。いや、色めっちゃ綺麗なんだけど口が怖い。あ、スイッチプライムのスキンか。ちょっとそう聞いたらいいね。武器取られたんだけど、ちょっと待って、武器ない。武器があればもうちょっと役に立てるよ。待って、武器終わった。武器がない。武器だって、お前取ってるね。待って、武器ないって。武器、味方に敵がいたな。はあ、これだからオクタワーとか言われるんだよ。ライターも発見。助かる。全然問題ないよ。まあ、ありがとうが言えるのに武器取ったんじゃないわよ。オクタワーはね、キャラ的にはめっちゃ好きだからね。あんまり、まあ確かにオクタン使いのことを悪く言いたくないんだけど、そのなんか昔が多かったんだよね。そのオクタンの。今みたいに強くないとき、強くないときはもうなんかもう即抜け当たり前みたいな。まあオクタン、まあ地雷率は高かったね。今どうだろう、どうなんだろう、わかんないけど。あ、そっか、確かにオクタンの地雷率が高いからそう思う。確かにそれはそう。